シャキッと75歳になる人には明確な理由がある。今回得られる3つはこちらです。早速人生学校的目次からいきましょう。 1. なぜ70代が人生のポイントなのか。 2. 人生学校的よぼよぼ75歳になってしまう究極のランキング参戦。 3. 人生学校的シャキッと75歳に激変させる究極の参戦。10分でわかる本のまとめシリーズ、3100万円自己投資する人生学校が最高と感じた本だけを10分でまとめます。今回は和田秀樹さんのシャキッと75歳、よぼよぼ75歳です。30数年にわたって精神科医として高齢者を専門に見てきた和田秀樹先生だからこその視点です。この動画をご覧いただければ、シャキッと75歳でいられるための方法について、究極の大事な部分について学べます。それでは本題行きましょう。なぜ70代が人生のポイントなのか。なぜ70代が人生のポイントなのかというと、それは、70代は老いと戦える最後の世代だからなんです。現代は平均寿命が男女ともに80歳を超える時代です。今の70代と言ったら若い人は本当に若いですよね。ちょうど70代の中間、75歳の自分がシャキッとしているか、よぼよぼかで、その後の人生、大きな差が出てきます。75歳の時、もう75歳だわ、という自分なのか、まだ75歳だわ、と言ってる自分なのか、で、随分変わります。今日から年を取るのが楽しみになれるよう、75歳までの大事な過ごし方のポイントについて、それぞれ見ていきましょう。よぼよぼ75歳になってしまう、週刊究極のランキング参戦。第3位、粗食。粗食はヘルシーではなく、老化を早めるだけなんです。70歳を過ぎたら、ちょっとぽっちゃりさんの方が健康的に長生きする秘訣なんです。もう少し痩せましょうなどと言われても考え直した方が良いかもしれないんです。これは人生学校のあくまで仮説ですが、現代の食べ物の栄養素が足りなくなっていて、お腹はいっぱいになっても栄養素が足りていないなんて現象があるのかもしれません。理想的なのは腹八分で栄養素はしっかり取れている状態なのかななんて思いました。話を戻します。そもそも高齢者は消化吸収能力が低下しています。だからこそ本来余るくらいの栄養を取ってちょうどいいというわけです。日本の医師の大半はコレステロール値が高いので脂身のある肉は避けましょうなどと、高齢者に必要な栄養を減らしてしまう引き算医療を行ってしまっていると言います。年を取ってから栄養が不足すると筋肉量が減って活力が低下したり、寝たきりのリスクが高くなってしまうんです。ですので、高齢者こそしっかり栄養を取る足し算健康術が必要というわけです。第2位、減塩して高圧剤を飲む。通常、血圧が高いと塩分を控えるよう指導されますが、著者の和田先生はその必要もないと考えていると言います。なぜかというと、腎臓には体に必要なナトリウムを貯めておく働きがあるのですが、年を取るとその機能が低下するので、塩分を控えすぎると体に必要なナトリウムが不足して、低ナトリウム血症を起こしてしまうからです。すると、意識障害や失禁、痙攣などの症状が出てきます。もちろん、大量に塩分を摂るのはよくありませんが、美味しいと感じられる程度のしょっぱいおかずはプラスしてもいいというわけです。大切なことは、血圧の数字よりも自分が快適に過ごせる血圧を知って、それを保つことなんですね。また、血圧が高いからといって、薬で血圧を下げると、血液の循環が悪くなって、頭がぼんやりして、足元がおぼつかなくなったりするなど、かえって健康を損ねてしまうと言います。血圧の基準値を上回るからと、一律に誰でも高圧剤で下げると、血液の循環が悪くなって、ブドウ糖や酸素が脳に行き渡らなくなってしまいます。
すると認知症のような症状が出たり、転倒、骨折、入浴中の溺死などのリスクが高まるという研究報告もあります。必要な血圧の高さは個々で違うのですね。だからこそ引き算ではなく、逆に栄養や運動、性ホルモン、サプリメントなど体に必要なものを足し算する足し算健康術がおすすめされているんです。ちなみに著者の和田先生は、かれこれ10年来血圧が高い時は 220mmHg くらいあったそうです。頭痛などの症状もなかったので放っておいたそうですが、知り合いの医師のクリニックで心臓ドックを受けると著しく心筋が肥大していることが分かりました。血圧が高い状態が続くと心臓に負担がかかって筋肉が分厚くなる心肥大が起こります。心肥大が生じると心臓の血液を送るポンプの働きが低下するので、少し歩いただけで息苦しくなってしまいます。心肥大の進行を防ぐために血圧の治療薬を試したそうですが、和田先生の場合は血圧 170mmHg より下げると体がだるくなって頭がフラフラして仕事にならなかったそうです。そこで 170mmHg くらいでコントロールしていたら、呼吸をするときにヒューヒュー、ゼーゼーなどと音がしたり、息が切れるようになったそうです。そこで結果的には利尿剤を飲んだら症状が出なくなったそうです。その後も心臓ドックで検査を受けているそうですが、心肥大は改善しているそうです。つまり著者の和田先生は、血圧が 220mmHg など高すぎる場合は利尿剤を服用して血圧を下げるのですが、 170mmHg 程度で少し高めにコントロールするのが良さそうだと結論付けているわけです。あなたはどれくらいの血圧が調子良さそうですか？第1位、挑戦しない、我慢し続ける。普段と違うことをしようと意識して行動すると脳の前頭葉が活性化されます。また嫌なことをしたり、やりたくないことを我慢してやっていると前頭葉にストレスをかけて老化が早まってしまいます。体は正直ですよね。ですので70代になったらこのように宣言してみましょう。新しい体験を増やして我慢もしないし、嫌なことは一切しない。これが前頭葉の働きを高めて、若さを保って豊かな晩年を過ごす秘訣なんです。現在の70代、80代、90代の皆さんは、我慢強さは日本人の美徳という親の価値観の下で育っています。我慢していればいつか苦労は報われて人生の肥やしになるからと刷り込まれているんですね。多少のことは我慢して本当に頑張ってきた世代なんです。もちろん我慢すること自体が本当の喜びで心地が良いならそれは良いのですが、もしいやいや我慢していた場合は知らず知らずのうちにストレスになっているはずです。だからこそもっと自分を許してあげて、例えば笑える芸を見に行ったり、たまには思い切って好きなところに旅に出てみたり、好きなこと、やりたいことをどんどんやっていいんです。これまで十分頑張ってきたんですから。するとますますシャキッとした高齢者になります。現役時代と違って70代は時間に余裕があります。この時間を活用して何でも新しいことにチャレンジすれば、人生を退屈せずに過ごすことができます。例えば行きつけの店なら絶対に美味しいと分かっていますが、あえて入ったことのない店に入ってみませんか？普段歩かないルートを歩いて何にも決めずに気ままにぶらり散歩してみませんか？きっと新しい発見があるはずですよ。人生学校的シャキッと75歳に激変させる究極の3選。毎日肉を食べる。著者の和田先生、あらゆる機会で肉を食べようと言い続けているそうです。なぜなら肉は動物性タンパク質の宝庫だからです。タンパク質は筋肉や血管、皮膚や粘膜などありとあらゆる組織の材料になるめちゃめちゃ大事なものです。肉をしっかり食べて運動することで筋肉量が増えて、年をとってもスタスタと歩ける足腰をキープすることができます。そして肉には何と言っても幸せホルモンと呼ばれているセロトニンの材料となる必須アミノ酸のトリプトファンが多く含まれています。
このセロトニンが不足すると加齢によって意欲が低下してしまう原因にもなってしまいます。肉を食べることでうつ病の予防にもなります。もちろん肉だけではなく魚や大豆製品もタンパク質が豊富ですので毎日摂った方が良いです。特にサバやイワシなどの青魚は血栓をできにくくして心筋梗塞や脳梗塞を予防するとされる EPA や DHA といった必須脂肪酸が多く含まれているので病気予防に役立ちます。老年医学の専門家である柴田博さんは長寿の嘘という書籍の中で日本の長寿者の特徴は動物性タンパク質の摂取割合が高いということを述べられています。ちなみに長寿者が多い東京都小金井市の70歳の住民の血中コレステロール値と10年間の総死亡率を調べた調査ではコレステロール値が正常値よりやや高めの方が死亡率が低いという結果が出ています。ちなみに著者の和田先生のコレステロール値はいつも 300mg パーデシリットルで中性脂肪値は 600mg パーデシリットルくらいと明らかに高いそうですが体調が良いそうです。毎日肉を食べてさらに朝晩にはサプリで栄養素を補うために十数種類常用しているそうですよ。このサプリは高加齢医学の国際的権威クロード・ショーシャ博士の指導で48歳の時から15年も継続しているそうです。散歩する、ソフトな運動、高齢者になったらジョギングのように息が上がる運動は心臓に負担がかかったり腰や膝、股関節を痛めてしまうこともあります。だからこそ体に無理なく始められる散歩がおすすめです。最初は1日10分程度から始めて慣れてきたら30分くらい続けるといいそうです。特に日光を浴びながら歩くとセロトニンが増えて意欲の低下を防いでうつ病の予防改善にも効果があります。逆に避けたいのは座り続けることです。1日8時間以上座っている人は3時間未満の人と比べて死亡リスクが 1.2 倍上昇するという報告があります。できる限り歩いたりスクワットなど特に下半身の筋肉をつける習慣ができると高い血糖値も大幅に下げることができるそうです。性ホルモンを足す、男性ホルモンであるテストステロンは性欲を保つだけではなくて欲や好奇心、集中力、判断力、人への関心など精神面の働きも司っています。よくエロいじいさんは元気だと言いますがその通りなんですね。では男性ホルモンの減少を食い止めるためにどうしたらいいかというと3つあります。それは肉を食べて男性ホルモンの原料となるコレステロールを増やす、牡蠣やニンニクを食べて男性ホルモンの合成と分泌を促す亜鉛を増やす、運動を習慣づけるです。つまり肉を食べ、牡蠣やニンニクを食べ、運動をするです。ちなみにコレステロールを下げる薬は服用し続けると男性ホルモンが減って ED になるリスクが高くなるそうです。女性は閉経後に男性ホルモンが増えて逆に元気になるそうです。そうは言ってももしかしたら毎日肉を食べて散歩して性ホルモンを足してシャキッとしてきても老眼が進んだり耳が遠くなったり尿漏れなどが出てくることがあるかもしれません。でも安心してください。今は老眼鏡や補聴器、尿漏れパッドなど便利なグッズがあります。また植毛で髪を増やしてボトックス注射で眉間やほうれい線のシワを目立たなくしたり肌や髪の手入れをしたり外見が若返る方法もたくさんあります。70代でも恥ずかしがらず使えるものはどんどん使って生活の質を上げた方がずっと若々しく生き生きとした老後を過ごせるはずです。おまけです。病院選びのコツ、その病院の病気別の手術成績をチェックするです。大学病院ではインターネットでの手術の実績が公開されています。手術成績の良い病院を確認したらその後のフォローも良いかどうかを調べた上で病気が発覚して告知された病院で紹介状を書いてもらい受診すると良いのだそうです。おまけ2です。糖尿病にはイワシの缶詰が効く。あるタクシー運転手さんが糖尿病でしたが毎日イワシ缶を食べていたら血糖値が正常になってすっかり元気になっちゃったというエピソードがありました。それでタクシー仲間にイワシ缶をおすすめしたらみんなに感謝されたとのことです。
イワシの缶詰楽ですし、拡散が多いとされていておすすめです。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の和田秀樹さん、シャキッと75歳、ヨボヨボ75歳、80歳の壁を越える足し算健康術には、この他にもシャキッとした75歳になるための情報が詳しく書かれていますので、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは理想のシャキッとした75歳を手に入れることが必ずできます。あなたの理想の75歳はどんな状態ですか？もしよかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。